ら、こうね、横、あー、とととととと、落ちちゃった。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回は、こちらのクチュリエさんのカラフルビジューのピンブローチの8番雨粒のコラージュを作っていきます。で、これまでのカラフルビジューのピンブローチの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そして、チャンネル登録やいいね評価、コメントなどなど、いつも本当にありがとうございます。今回は偶数回なので、じゃん。台座はシルバーですね。それでは、早速作っていきましょう。頑張っていきまーす。しょい。はい。それでは、今回の内容が、まずこの作り方が書いてある紙が1枚と、これがシルバーの台座。そして、パールが大きいの1つと小さいのが2つ。水色のカットストーンと、あとミルキーホワイト、白いカットストーンが1つ。これはちっちゃいやつだね。あとは雫型のカットストーンが、オーロラ、このオーロラみたいなやつが1つ。黄緑が1つ。あと、すごい薄いアイスグレーみたいな、すごい薄い水色っぽいのが1つ。で、材料は全部ありました。今回は予備なしだね。そしたら、じゃあいつもみたいに作っていきたいと思います。よいしょ。これと、あと穴を開けてる箱を準備して、で、このキャッチ外して置いてあげる。爪楊枝、あとはストーンを入れるためのこういうお皿とかを準備してあげて、よし、じゃあ今日はどこから貼っていこうか。これから行く？この丸いカットストーンからやっていこうかな。パールとここの穴の大きさがかなり似てるので、場所を間違えないように、しっかり確認しながらやっていきたいと思います。よいしょ。まずは、ここの3つ並んでる真ん中がパールだから、その両側に、よいしょ、多用途接着剤塗ってあげて、でこのくらいの大きさだったら手でいけるか。よいしょ。ストーンを貼ってあげる。よいしょ。で、次、ここの2つ並んでいる穴のうち、この青に近い方に塗って、よいしょ。で、あ、落ちちゃった。そっちにこの白いカットストーンをはめる。うん、いい感じ。そしたら次はこっちにしようか。丸い方を先にやっていこう。パールを出してあげて、残りの丸いところに多用途接着剤塗って、よし。で、大きいのはこのままいけるかな。穴とか特に開いてないので気にせず置いちゃう。よし。で、
残りはよいしょよいしょ、うん、なんかこのパールがさ半円とかじゃなくてちゃんと球体になってるからこうね横、あーっと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 落ちちゃった、落ちちゃったよ。大丈夫だね、外れてないね。これねこう横から見た時に結構ねこの分盛り上がってるかなっていう風に見えます。よし、じゃああと雫型のをつけて完成。よいしょ、今回もちょっぱやでできちゃう大きいとこと全部塗っちゃおっか、もう全部雫型のところ全部多用途接着剤塗ってであげて、でこの向きで見たときにオーロラが、あ、やば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 い、こっちじゃないオーロラがこっち、あーちょっと接着剤ついちゃった、やば、大丈夫かな。オーロラが上でこっちの緑が下で、この大きいのが真ん中。よし、これで今回の雨粒のコラージュ完成です。いつもながらめっちゃ早いねじゃーん、雨粒のコラージュ完成しました。めっちゃ綺麗じゃない、どうすごい可愛くできたと思います。で、今回は今まで作った中からちょっとね、色の近いものを選んで置いてみました。まだまだこっちの箱の中にたくさんあるんだけど、その中でもこう青色セレクトみたいなのが数が増えてできるようになってきました。すごい嬉しい。はい。で、今回はこの雨粒のコラージュっていうことで、このね、雫型のストーンがすごい印象的な感じのデザインになっています。で、ここのね、丸とか、このパールの、なんていうの、出っ張りっていうの？あ、ここちょっとさっき回しちゃったから、接着剤が出てきちゃってる。接着剤ついてるところが見えてる。つるんとしてない。見えるかな？ここね、なんか接着剤の跡がついちゃった。残念。でも、なんかこういう高低差があることによって、なんかそれはそれで可愛くなってるというか、リズム？動き？デザインに動きが出て可愛くなったかなと思います。すごい今回もキラキラ。このね、緑がすごい効いてるというか、爽やかな感じに締めてくれているような気がします。ねえ、今回もキラキラでめっちゃ可愛い。宝物がまた一つ増えました。いいね。青で固めるのもすごい綺麗だね。はい。それでは、今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでの貼るだけで完成カラフルビジューのピンブローチの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてサリーのチャンネルでは視聴者さんと一緒に手芸戦隊サリンジャーを結成しています。サリンジャーの皆さんと一緒におしゃべりをしたりアドバイスを受けたりしながらみんなで一緒に手芸を楽しんでいます。あなたもチャンネル登録をしてサリンジャーの一員になりませんか？サリンジャーのみんなはあなたの入隊を待ってまーす。そしてサリンジャーの皆さん、いつもいいね評価やコメントなどなど本当にあ
ありがとうございます。また、サリーのチャンネルでは、毎週水曜日、お昼の11時半から12時半まで、手芸の生放送をしています。お時間合う方は、そちらも遊びに来てくれると嬉しいです。見て、すごいことになってる。はい。それでは、また次回のカラフルビジューのピンブローチの動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てねー。